スタキボートリスは、俗に、黒カビと呼ばれる、四状菌の一つ。セルロースを好み、浸水や、結露などによって、高湿度になると住宅に反もする。無色ないし、薄い褐色の菌糸から分生小柄が伸び、その先端に、複数のフィアライドが棒状につく。分生紙は、無節で、楕円型からレモン型をしており、成熟とともに、安褐色になる。本来は、 土壌などから見つかる不正菌であるが、家屋内の湿った場所で見出されることが多い。スタキボトリスは、トリコテセン系マイコトキシンのサトラトキシンを産生する。牧草がスタキボトリスに汚染されると、家畜や農夫にサトラトキシンなどによる中毒症を引き起こす。主な症状としては、高校粘膜や、結膜の炎症、餌性の皮膚炎、鼻血や咳などの呼吸器症状。 白血球減少などが挙げられる。サトラトキシン G の蛍光毒性はマウスで 1.23mgkg とされている。特にエスチャータームはアメリカ合衆国でトキシックブラックモールドと呼ばれている。これは1990年代にクリーブランドで乳幼児の特発性肺出血が流行し、漢字の住居で S チャータームが反応していたことがきっかけであるが、 CDC の調査の結果では、この種と肺出血との間に特に関係は認められなかった。この種は確かにマイコトキシンを産生するが、他のカビと比べて特に危険というほどではなく、要するに、カビは健康に有害ということである。トリコテセン系マイコトキシン以外にも、各種の化合物を産生しており、新規薬剤の開発につながるリード化合物の起源として期待されている。 例えば、スタキバトリスマイケロスパーが賛成する SMTP-7 には、血栓溶解作用や抗炎症作用があり、脳梗塞の治療薬としての開発が進められている。スタキバトリスエリゴンスには、リゾクトニアサラニーを原因とする、ジャガイモクロアザ病に対する生物防除効果がある、ことが知られている。ただし本種は、競技のスタキボトリス属には含まれない可能性が高い。 スタキボトリス族には少なくとも70種ほどが知られていたが、分子系統解析によって多系統的であることが指摘され、族の細分化が行われている。細分化された後のスタキボトリス族には少なくとも12種あり、うち主なものを以下に挙げる。チェコの金学者コルダが、プラハの壁紙から採取した金に、1837年、スタキバトリスエイトラと命名したのが最初である。 ただしこの金はエーレンベルクが博士論文でスティルバスパーチャータームと命名したものと同志とされ、従って現在の学名としてはスタキバトリスチャータームとなる。1931年にウクライナで数千頭の馬が中毒を起こし、その原因がスタキバトリスに汚染された牧草であることが判明した。 同様の中毒症はその後も東欧諸国を中心に報告されている。1993年にアメリカ合衆国をイオ州クリーブランドで乳幼児の特発性肺出血が流行し、これ以降重環境でのスタキボトリス汚染について大きな注目を浴びることとなった。ありがとうございます。